で、今日なんですが、じゃあですね、今日何やっていくのかということなんですけども、本日のですね、テーマはですね、あの時やっておけばをなくす、後悔に打ち勝つ方法ということでやっていきたいと思います。このあの時やっておけばっていう後悔と、やっちまったっていう後悔で2つあるんですよ。そう。行為後悔ってやつと非行為後悔ってやつがあって、これ非行為後悔ってですね、今日のテーマの内容はこれなんですよ。非行為後悔に関する5つの事実というのが今日の内容です。これどういうことかっていうと、非行為後悔っていうのは、要するにやらなかったことに対する後悔のことです。はい。で、これに関するですね、研究、からですね、本日はですね、このやらなかったことに対する後悔っていうのが、実は僕らが一番やりたくないタイプの後悔なんですよ。で、これを今日は解説していこうという感じです。それでは、非行為後悔に関する5つの事実、その1です。その1がこちらです。非行為後悔の方が引きずりやすいって話ですね。どういうことかっていうと、人間ってやらなかった後悔、非行為後悔の方が、やっちまった後悔、行為後悔よりも、長期的にダメージがですね、こう伸びるっていう、そういうことが分かってるんですよ。やらなかった後悔って、長続きするんですよね。やっちゃった後悔っていうのは、まあ1年とか2年とかだったら、まあしょうがないかってなるんですけど、なんであの時あれをしなかったんだって後悔って、なかなかさ、ほら、こう、そこから何かを学んだりとか、挽回することができない。ですよね。実際、コーネル大学のギロビッチ博士がですね、行った研究とか見てみると、短期的にはね、やっちまった後悔の方がでかいんですよ。だから皆さんも、いや、でも自分はやらなかった後悔よりも、やって失敗しまったっていう後悔の方が大きく感じるかなと思う方は、短期的に見てます、物事を。短期的に見ると、つまり後悔の原因になることが起きた直後っていうのは、やっぱりやっちゃった後悔はダメージがでかいんですよ。ところが、やっちゃった後悔っていうのは一瞬の激痛です。一瞬の激痛で、その後は収まるんですよ。ところが、やらなかった後悔、この非行為後悔っていうのは何かっていうと、ずっと続くんですよ。その、いわゆるこう、ドーンって後悔して、シューンじゃなくて、じわじわ、じわじわ、じわじわって続くんですよ。だから永遠に続くドン痛みたいになっちゃうんですよ。やらなかった後悔っていうのは。はい。でも若い時にやらかしたこととかさ、思い出したところで、いやーバカだったね。あの時は本当に、いやまあ反省はしてるよ、みたいな風に笑い話になるんですけど、やらなかった後悔を笑い話にできる人っていないんですよ。そう。いや、ありません。なんか、お年を召してる方わかると思うんですけど、若い時ね、いや、ほんとバカだったよね。あの頃はもう時代もあったけどさ、みたいな。なんかさ、タバコ吸ってスケバンでうんぬんかんぬんでさ、みたいな。あ、私はバカだったよ、みたいな、ね、ことを言う人いるけど、やらなかった後悔に関して、そういう笑い話にする人っていないですよね。だから、実は非行為後悔の方が引きずりやすいわけなんですよね。立ち直るまでにもかなり時間かかると。はい、いうことです。ではですね、続いてですね、二つ目のポイントです。非行為後悔に関する5つの事実ですね。二つ目のポイントがこちらになります。非行為後悔は、時間とともにむしろダメージが増大していくっていうか、最悪ですよね。はい。やっちまった後悔っていうのは、特にその後何もしなくても、その時間とともに傷が癒えていくってことはあるわけなんですよ。若い時にやらかして、そこから何かを学ぶとか、挽回するとか、そういうのがなくても、まあ、あれはもうしょうがなかったからねって受け入れられたりとかしていくんで、だんだんこのダメージが減っていくんですね。ところが、この非行為後悔、やらなかった後悔っていうのは、時間経過とともにこの後悔が増大していくわけなんですよ。つまり、やっちまった後悔っていうのは、ドーンって後悔して、スーってこう減っていくんですけど、やらなかった後悔は、最初は別に大したことないんですよ。まあ、こんなもんか。まあ、しょうがないしねって。うん。様子見だったしね。だんだん、うわ、なんであれなかったんだろうな。うわ、なんであの時ビットコイン買わなかったんだろうな。うわ、なんで、うわーってなってくるんですよね。はい。時間とともにですね、やっぱりダメージが増大していっちゃうわけなんですよね。はい。だからやっぱりね、何かをしてうまくいかなかった後悔ってのは、その後リトライしたりとか挽回できるんだけど、やらなかった場合の後悔ってのは、やっぱり挽回する方法が限定的なわけなんですよね。なので、後悔の質がですね、全然違うわけなんですよ。二つ言ったから今三つ目ですね。はい。じゃあどうやって超えればいいのか。こちらになります。はい。結局、行動につなげることでしか超えられないんですよね。つまり、あの時、自分は行動できなかった。だから、今やろうなんですよ。で、こうするとどうなるかっていうと、最初は失敗するかもしれない。でも、いつか必ずこれが報われて、いや、自分は若い頃は全然引っ込み以上で行動できなかったし、やるべきこともなかなかできなかった。リスクも取れない人間だったけれども、でも、そんな人生はもう自分は終わりにしたんだと。自分がそれを後悔して、その非行為後悔を糧に動いたことによって、人生が変わったというふうに思えるわけなんですよね。なので、大事なのは、あの時できなかった。
若い時行動できなかった。なんであの時しなかったんだろう。いいんです。人間なんでそういうこともあります。僕だってありますし、誰だってあの時やっとけば後悔はあるんですよ。そう。ただ、じゃあ人生を分かつものは何かっていうと、あの時やっておけばよかったを、じゃあ今やろうに変えれるかどうかなんですよね。もうこれだけが唯一、非こういう後悔を打破する方法です。はい。だから失敗してもいいんですよ。やっちまった後悔の方っていうのは、一瞬はきついけど、その後は消えてくんで。はい。だったら、もうやるしかないじゃんって話なんですよね。実際にですね、研究とかを見てみても、この、やらなかった後悔ですね、非行為後悔への対処法としてはですね、後悔を生かして前向きに行動する、行動量を増やすっていうことが有効だよってことが、これはもう明確に言われてるわけなんですよね。だから過去のやらなかった後悔にとらわれるんじゃなくて、その後悔を思い出して、じゃあ今やろう。とにかくやってみよう。迷うぐらいだったらやってみよう。やってみてから考えようぐらいな感覚に変えていくんですよ。これが最も、いい対処法だというふうに言われてるんですよね。ただ、この付きまとう自分の非行為後悔、やらなかった後悔っていうのを元に自分が行動できるような癖をつけたら、これ最強になるの分かります?だってずっと残るんですよ。若い時あれやらなかったからなーっていう後悔がずっと残ってくれたら、その後悔を思い出すたびに行動力上がるんですよ。わかります?もうこれ癖をつけてくださいって話なんですね。あの時やらなかった後悔したよなーってずっと引きずってます。引きずるけど、それを思い出すために、じゃあ今やろう。今の自分の人生で、毎日の生活で、仕事で、プライベートで、やってないことないかなって考えれるんですよ。この後悔を思い出すたびに。だから、実はこの非行為後悔っていうのは、使い方さえちゃんと、把握すれば、癖づければ、皆さんの人生の強力な武器になるんですよ。実際にそれがですね、研究でも分かってまして、非行為後悔は、やらなかった後悔っていうのは、意外と成長の糧になるんだよっていうデータも出てるわけなんですよね。はい。実際にやらなかった後悔、非行為後悔の方が、やっちまった後悔、行為後悔よりも自己成長の糧になるよってことが指摘されているわけなんですよね。これなんでかっていうと、自分の思考とか行動を大きく変えるきっかけになるからです。はい。だからやっぱり、やっちまったなーってところから、経験とか何かを学ぶっていうのも大事なんですけど、一回学んだら終わりなんですよ。でも、非行為後悔は、残念ながら皆さんはずっとこの非行為後悔と一緒に生きていくことになるわけなんですよね。なかなか忘れられるものではないので。でも、思い出すたびに、そのネガティブな非行為後悔が、皆さんの背中を押してくれるようになるんですよ。だから、長いスパンで見たら、後悔はでかいんだけれども、その、味方につければ、非常に強力な追い風になるわけなんですよね。最後ですね。5つ目のポイントです。5つ目のポイントがこちらです。やらなかった後の将来考えてみてください。これを考えると、行動しないっていう選択肢がより消えていきます。そう。だから実は、今の皆さんの行動力を高めるための方法っていうのは、後悔の力を上手に使うのが大事なんですよ。やらなかった後悔、非行為後悔ですね。この非行為後悔を思い出して、じゃああの時みたいにやらなくて、ずっと後悔引きずるってことはもう二度としたくないから、今自分は行動しようと思えるわけですよ。で、それでも怖くなったら、じゃあ万が一、今日やらなかったら、将来どんな風に自分はなるんだろうかって考えてみてください。これはね、予測的、思考っていう風に言うんですけど、将来予期的思考だ。将来のことを予期すると。今これをやらなかったら将来どうなるかなとか、今このね、決断をしなかったら将来自分はどう思うんだろうかってことを考えてあげると、この非行為後悔を避けたくなるんですよ、人間っていうのは。でもやらなくてずっと後悔してるの嫌だよなーって、例えば今この決断をしなくて、ね、将来ずっと自分が5年10年経った同じ生活をしていて、ただ老化していくだけで人生何も楽しいことがないってなるぐらいだったら、ここで失敗してもいい、リスクを取ってもいいからチャレンジしようと。そしたら将来少なくともチャレンジした自分を誇ることはできるだろうと。いうふうに考えたりとかして、過去からの押される力と未来からの押される力で行動につなげていくっていうのが大事なんですよね。はい。だから過去のやらなかった後悔と未来のやらなかった後悔っていうのを想定して、その2つの力を使ってですね、皆さんの人生を行動に結びつけていくっていうのがこの後悔の力の使い方なわけなんですよね。ぜひですね、参考にやってみてください。はい。で、今日のですね、一応おすすめの動画としてはですね、さっきもご紹介しましたけれども、後悔しない人生を送るための4大行動とチェックリストという動画概要欄の方に入ってますんで、よかったらチェックしてみてください。そして僕、今ごめんなさい、概要欄に入れるの忘れてたのに気づいたんで、この放送終わったら、放送中に入れるか。はい。一応ね、なんかね、僕の新刊がね、最近、出上がりまして、出上がりましてって、出まして、はい。一応そのね、宣伝だけさせてくださいっていう、はい。ね、漫画版が出たんですよ。漫画版が漫画でよくわかる人を操る禁断の文章術って本があって、
その本が出ました。はい。で、この文章術ね、すんごいロングセラーで、でいろんな人にすごい、なんか大学教授にまでね、良かったよ、あの本って、参考にしてるよって言ってもらえるぐらい、いい文章の本です。人の心を動かすですね、文章の書き方っていうのを解説したものなんだけど、まさに今 SNS とか、まあそういう時代になってきてですね、ネットとかでもやっぱり皆さんもかなりの文字を読むようになってるので、まあ、短い文章で人の心を動かすためにはですね、これいいと思います。とはいえでもなかなかね、文章が苦手な人が文章を読むのってきついと思うので、漫画版を作りましたんで、よかったら、概要欄のリンク今入れましたんで、見てみてください。